どうもこんばんは、青さんの休日の青さんです。先日北海道に旅行していたこともあり、アクアリウムの動画をお届けするのはかなり久しぶりとなりますが、その間いろいろな出来事が我が家の水槽で起こりました。まず以前から非常に餌食いの悪かったレッドグラミーの一番小さな個体が旅行から帰ってきたら1匹星になっていました。我が家では旅行に行く時には必ず水槽の中に3日間フードというエラから栄養補給することができる人工飼料を入れていきます。栄養が足りなく星になったのではないとは思いますが、なんとか元気になってほしいと普段から餌を与える時にはブラインシュリンプを入れたり、網で捕まえ水槽からあげることはせず、その網の中で個別に餌を与えたりといろいろと工夫をしていたので、見つけた時には非常に悲しかったです。続いてこちらは旅行後のお話なのですが、もう一匹のレッドグラミーが運悪く外れてしまっていたコーナーフィルターの隙間に挟まり星になってしまいました。2匹挟まっていたのですが、いち早く気づいてくれた奥さんがもう一匹は助け出すことに成功しました。全滅という最悪なシナリオは免れましたが、もう一匹いたハニードワフグラミーも以前お届けした動画のように寿命を迎え静かに息を引き取ってしまったので、先日までメイン水槽にはグラミーが1匹という状態になってしまい、マスコット的キャラクターとでも言うんでしょうか、すっかり寂しくなったと感じてしまったため、今回は新しい生態を増やすべくアクアリウムショップに行き生態を購入してきました。購入品と合わせてお届けさせていただきます。ぜひ最後までご視聴ください。まずは定期的に購入しているこちらの魚ご飯。我が家のコリドラスは大好物の人工飼料なのでリピート購入してきました。こちらも定期的に購入している、以前にもご紹介した冷凍アカムシ、強林のグリーンアカムシです。1キューブあたり入っているグラム数が多いので、いつもこちらを購入しています。それでは生態の方をご紹介していきます。今回購入してきた生態、まずはハニードワーフグラミーを3匹購入してきました。アクアリウムショップの店員さんにもお話を聞きましたが、ハニードワーフグラミーは性別の判別が非常に難しいとのことです。見分けをつけるのは婚姻色ぐらいでしょうか。可能であれば繁殖にもチャレンジしてみたいと思っています。続いて買う予定のなかった個体、いつもアクアリウムショップに行った時には必ずベタのコーナーを見るのですが、完全に一目惚れで、なんとメイン水槽に導入すべくベタを1匹購入してきました。まるで着物を着ているかのような綺麗な黄色いスーパーデルタを購入してきました。こちらの4匹の個体をメイン水槽に導入していきます。
小型の熱帯魚の寿命はだいたい 2,3 年という個体が非常に多いので、アクアリウムを始めて2年3年経つ頃には初期に購入した生態は少しずつ星になっていく時期なのかもしれません。今回購入したベタは比較的おとなしい性格だったようで一安心しました。闘魚とも言われる気性の荒さが有名な熱帯魚で、最悪サテライトで飼育しようと覚悟を決め購入しました。気性が荒い熱帯魚ではありますが、非常に人懐っこい熱帯魚でもあるため、私個人的には非常に大好きな熱帯魚です。以前飼育していたベタは動画ではお届けしていませんが、ニモベタと言われる隠れ熊の実風なプラカットベタをコリダラス水槽で飼育していましたが、腹水病で星になってしまいました。今回購入してきた生態の様子は今後もお届けさせていただきますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。青さんの休日でした。ご視聴ありがとうございました。